アレクサンドルスカウナは、ラトビア、ダウガフピルス出身で、同国代表の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。なお実際のラトビア語での姓の読み方はザウニャ。1988年、ラトビア東部の都市、ダウガフピルスにて生まれる。1995年に、ディナブルグ FC のユースに入団し、そこで7年間を過ごした。 2002年から2005年までの期間には、スコント FC のユースに在籍した。2006年、JFK オリンプスと契約し、プロキャリアを始めた。同年には、ユース時代を過ごしたスコント FC へ移籍。シーズンでは2部リーグ10試合出場の2得点を挙げ、1部リーグでも10試合出場の2得点を挙げ、ラトビアン年間最優秀若手選手賞に選出された。2009年2月、 フットボールリーグチャンピオンシップ所属のワトフォード FC にシーズン終了まで契約でレンタル移籍をした。3月3日に行われたプリマス・アーガイル FC 戦の74分にジョン・ハーレートの交代でピッチに立ちデビュー。2009年4月7日のサウサンプトン FC 戦では得点を挙げた。2011年2月1日。 ロシアプレミアリーグ所属の PFC チェスカモスクワへ4ヶ月の期限付き移籍をした。2011年2月17日、UEFA ヨーロッパリーグのパッチテッサロ2期戦でデビューを果たした。2011年6月27日、太ももの怪我で満足に試合に出場することはなかった。ものの、クスカ陣営はカウナの能力を高く評価し、5年契約で完全移籍をした。 移籍金は50万ユーロ。サイドハーフを主戦場とし、チームメイトのマルク・ゴンサレス、ゾラントシッチ、ホンダ・ケイスケとポジションが被るが、ゴンサレスは怪我で長期離脱をし、ホンダも怪我で離脱していた。2011年10月18日、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、グループリーグのトラブゾンスポルセンでは、後半17分に、 ゾラントシッチとの交代でピッチに立ち、14分経過した31分、バグネルラブからのクロスにボレーで合わせて得点をし、チスカ・モスクワ遺跡後初得点を決めた。また、UEFA チャンピオンズリーグ初得点でもあった。2011年12月7日、インテル戦では、後半32分にセク・オリセーと交代してピッチに立ち、 41分コーナーキックからバシリベレズツキーの得点をアシスト。そのまま試合は終了し、チェスカ・モスクワの決勝トーナメント進出に貢献した。2011年12月中旬、クラブでの活躍と代表での活躍が認められて、2011年度のラトビア年間最優秀選手賞に選出された。しかし、クラブでは途中出場に甘んじていた。 2012年1月16日、スペイン合宿の練習中に、第5、中足骨を疲労骨折した。2012、13シーズンは、昨シーズンとは、打って変わり、リーグ戦が、ウィンターブレイクに入る前に出場した18試合で16試合に、先発出場するなど、レギュラーとして、試合に出場した。2012年12月中旬、2年連続2度目となる。 ラトビア年間最優秀選手賞に選出された。2007年6月2日、UEFA 欧州選手権2008予選のスペイン代表戦で A 代表デビュー。2009年3月28日、2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のルクセンブルク戦の71分にラトビア A 代表として初となる得点を決めた。2011年度は、 UEFA 欧州選手権2012予選と、親善試合で4ゴールを挙げた。アレクサンドルスカウナ -NATIONAL-FOOTBALL-TEAMS.com。ありがとうございます。